281系電車は、西日本旅客鉄道の直流特急系車両。1994年9月4日に開港した、関西国際空港への空港アクセス列車である、特急、はるかの専用車両として、同年春に、川崎重工業、近畿車両で製造された。外観デザインは、木村和夫による、1994年度グッドデザイン賞、第5回、 ブルネル賞近距離列車部門最優秀賞を受賞している。車体は普通校を基本とし、塗装は大空に輝く雲をイメージさせる、シャイニングホワイトをベースに、剣部には無限に広がる宇宙をイメージした、コスモグレー、車体の周部には、清掃剣をイメージさせる、ストラトブルーが使用されている。車体側面には、遥かロゴが描かれている。先頭車前面は、 S, S 字型の形状になっており、非常時用の貫通扉が備えられている。付随車の屋根部には大きく JR のロゴが表記されている。軽的は台本に加え、681軽電車と同じ、旋立のミュージックホーンが装備されている。全消灯は前面用部に2機、微灯は連結器の左右に発光ダイオード式のものを設置している。後日の お召し列車としての運用のため、ガラスは防弾ガラスを利用している。主要機器、編集制御装置は、東芝製、GTO サイリスタ素子による、VVVF インバータである。形式名は、WPC-4 であり、ほぼ同時期に登場した207系1000番台や223系0番台などと同一である。主電動機は、 定格出力 180kW の WMT100 バイトカゴ形、三小誘導電動機が装備されている。補助電源装置は1 3十九場の容量を有する静止系インバータであり、電動車に1機搭載されている。空気圧縮機は1000リットルの容量を有し、6両編成では編成中に2機、3両編成では編成中に1機搭載されている。電装置は、 下枠交差式パンタグラフが採用され、各電動車の京都型に一機設置されている。空調装置は、集約分散式のワウ703を屋根状に1両あたり2台搭載されている。1台あたりの冷凍能力は1万8000キロカロリー H である。車内は運用開始当初から全席禁煙とし、一部の車両に限って喫煙コーナーが設置されていた。 喫煙コーナーには灰皿を2個埋め込んだカウンターテーブルを窓際に設置し、天井に換気扇を設置していた。その後、2007年3月18日から全面禁煙化により灰皿が撤去され、携帯電話の通話などのフリースペースとされている。グリーン車の座席は681系に準じた、回転式、リクライニングシートが横にプラス1列の3アブレストで、 配置され、シートピッチは 1160mm である。座席のモケットは、関西の伝統が感じられる、落ち着いた空間を演出するために、レーシュパープルが採用されている。テーブルは肘掛けに収納された小型のものを取り付けており、座席の背面には、テーブルの代わりにマガジンラックが取り付けられている。普通車の座席は、シートピッチ 970mm の回転式、 リクライニングシートが横にプラス2列の4アブレストで配置される。モケットは包み込むような上品な空間とするため、茶色と黄色が採用された。クリーン車と同様に背面テーブルは設置されていないが、収納式のカップホルダー付きの小型テーブルが取り付けられている。折り返し駅での清掃時間短縮のため、運転席より前座席を自動で、 方向転換できる機構が装備されている。航空旅客が携行するスーツケースなどの大型荷物を置くことが可能な荷物置き場は各車両の出入口付近のデッキに設置されている。2014年12月1日より無料公衆無線乱サービスの提供を開始した。SSID は JR ウエストフリー Wi-Fi でログイン画面にゲストコードを入力することで無料で接続できる。 ゲストコードは、訪日前に事前に取得しておくか、京都駅ビル、大阪ステーションシティ、天皇寺美代のインフォメーション、関西空港第一ターミナルビル1階のインフォメーションでも取得可能。雲波281系普通席を備える制御、電動車。関西空港向き運転台、喫煙ルームが設置され、VVVF インバータ装置、補助電源装置、 終電装置などが搭載されている。定員44名。区百281系普通席を備える制御付随車。関西空港向き運転台、荷物室が設置され、空気圧縮機などが搭載されている。定員44名。黒280系グリーン席を備える制御付随車。京都向き運転台、トイレ、洗面所が設置されている。定員30名。 区二280系普通席を備える制御付随者。京都向き運転台、トイレ、洗面所が設置され、空気圧縮機などが搭載されている。定員44名。二百281系普通席を備える、中間電動車。喫煙ルームが設置され、VVVF インバータ装置、補助電源装置、終電装置などが搭載されている。定員48名。 サ派281系普通席を備える、中間付随車。霊番台車椅子対応トイレ、洗面所、車椅子対応座席などのバリアフリー設備が設置され、空気圧縮機が搭載されている。定員42名。100番台トイレ、洗面所が設置されている。定員48名。営業運転開始当時は、関西空港方線当社が、 グリーン車黒280系、京都型戦闘車は荷物室付きの普通車区派281系であった。区派の荷物室は京都駅構内に設置されていた京都シティアターミナルで搭乗手続きを済ませた国際線航空旅客の手荷物を収容するものであった。その後 KCAT 廃止に伴い戦闘車両の方向転換が実施され、京都型戦闘車が グリーン車になるよう改められた。なお、荷物室は使用停止のままで客室への改造もされて、おらず、デッドスペースとなっている。2016年7月には、波602編成に荷物室ドアの閉鎖工事が施行された。2020年5月1日現在、基本編成の6両編成9本、付属編成の3両編成3本、計63両が、 ついた総合車両所ひねの支所に配置されている。運転開始当初は5両編成だったが、好調な乗車率のために付随車を心臓、増血手現行の6両編成とされ、さらに3両の付属編成も用意された。特急、遥かの専用車両として、前原関西空港間で運用されている。朝晩の一部列車が付属編成を並結した給料で、 その他の列車は基本編成の6両で運転されている。付属編成は関西空港型に連結される。年末などの多客期には3両付属編成が不足するため、6両基本編成から中間車3両を抜き取って、他の6両基本編成に挿入して9両貫通編成を組ませて、残った3両を付属編成として、他の6両基本編成に増結する。 変速9両編成を組むこともある。この場合、一部、はるかにグリーン車2両の列車が発生することになる。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大による、関空特急はるかの利用者の低迷を受け、2020年4月1日から6両編成で運行されることになり、増結用の3両編成は、しばらくの間運用を外れている。はるか以外の営業運転では、 1999年10月2日には、舞鶴宣伝課開業記念列車として、舞鶴線に入線したことがある。また、団体列車として、湖西線などに入線したほか、おし列車として、夏季のように運用された。三両のキャラクター、ハローキキとのコラボレーション企画によるラッピング車3種類、4編成が2019年1月29日から運行されている。 同年9月にはラッピングを2020年春までに基本編成全車に拡大することを明らかにしている。JR 西日本では近年の遥か利用者増加に伴い2020年春をめどに遥かを全列車給料を編成化する予定を発表し増結用に導入される車両はオフセット衝突対策衝撃吸収構造を強化し車内サービスを充実させた新形式となった。 同形式は2020年3月14日、ダイヤ改正から営業運転を開始し、281系電車との並結運用を行ったが、新型コロナウイルス感染症による乗客減の影響で、はるかが6両編成で運転されることになったため、現在運用から離脱している。また、2024年度以降に281系を申請車両に置き換える計画となっている。 ありがとうございます。